しばっく転生。どうも、活動時間の半分をナルトに捧げるバチです。今回は、名前がイケメンすぎるげっそり系特別常人、月光ハヤテについて解説します。このチャンネルでは、軒並み特別常人が人気なんですが、ハヤテは登場シーンも少なく、早めに退場してしまったことから、ショート動画では誰だっけというコメントも多く寄せられます。ただ、ハヤテは初期の人気投票では10位以内に入ったこともありますし、2023年に実施された世界人気投票でも74位と、登場回数にしてはそこそこの人気を誇っているキャラです。そんな月光ハヤテについて徹底解説しつつ、彼の人となりや過去についても原作の情報ベースで深掘りしますので、ハヤテが好きな方、ハヤテを忘れてしまった方は、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。原作8巻65話で初登場を飾った月光ハヤテは、中忍試験3次試験予選の試験官を担当した特別乗員。身長175センチ、体重58キロというガリガリで、いつも咳込んでいる、目の下にはクマをこしらえたげっそりとした見た目が特徴的なキャラクター。おさぶさっとしたミディアムヘアの上から、バンダナタイプの額当てを装着するハヤテ。おしゃれに対して無頓着でドライな一面があるのかもしれません。癖は喋る前に、と前置きを置くこと。一般的にあーやえのようなつなぎ言葉を使用する人は話し下手だから間を埋めたいという心理が働きます。ただハヤテは中忍試験三次試験予選前もよどみなく淡々と説明しており、話し下手という印象はそれほど受けませんよね。なのでという前置きはハヤテの心理状態を表しているというよりあくまでも口癖なんでしょう。そんなハヤテは個人主義で穏やかという一見相反する性格を持ち合わせるキャラクターです。実際中忍試験の予選前、カブトが辞退を申し出た時も顔色一つ変えず理由すら聞くことなく辞退を承諾しました。個人主義のハヤテらしく、個人の判断に口出しもしないし、いちいち驚きもしませんでしたね。さらにハヤテは常に淡々とした口調で会話をし、基本的には声を荒げることもあります。中忍試験第3次試験予選、知の VS ザク戦で、ザクの腕がちぎれた時も、眉一つ動かさず冷静に対処していました。この描写から、23歳という若さで、多くの視線をくぐり抜けてきたんだろうなぁと、僕は解釈しました。ハヤテは、23歳という若さで、B ランク任務407回、A ランク任務96回を経験するエリート忍者です。A ランク任務といえば、ザブザやハクと戦闘があった手綱護衛任務や、赤月と相まみえた風影奪還任務などに相当する任務ランクですから、相当の手だれとの戦闘も経験しているんでしょう。単純計算、手綱護衛任務や風影奪還任務を96回も経験すれば、数え切れないほどの負傷者を目の当たりにしたはずです。とはいえ、さすがに人のこと切れる瞬間に立ち会うと感情が動くようで、カンクロウ VS ミスミ戦でカンクロウの首が折れたように見えた時は、目ん玉を見開いて驚いていました。ネジがひなたにとどめを刺そうとした時も、ハヤテ史上最大のボリュームで声を出して止めていましたし、温かい一面も垣間見えますね。また、人の成長を喜ぶ一面もあるようで、サスケ VS 鎧戦でサスケの影舞踊を見た時にニヤリ。その後、試練弾を食らわしたサスケが立ち上がった時にニヤリ。D VS ガーラの試合前、D がガーラの攻撃を難なく受け止めた時にニヤリ。他にもアニオリにはなりますが、第4次忍界大戦で江戸転生されたハヤテが、桜と再会した際には立派な忍びになりましたね、とニヤリ。そんなできた人間性を持つハヤテは、幼い頃から目の下にクマがあるため、生まれつき体が弱いようですが、これは果たして何の影響なんでしょうか。このヒントとなりそうなのが、公式ファンブック輪の書で明かされた、ハヤテの AB 型 RH- という特殊な血液型。血液型が明かされたキャラの中で、唯一 AB 型 RH- を持つハヤテですから、岸本先生が何らかの設定を盛り込んでいる可能性は高そうです。私も AB 型 RH- について調べてみたんですが、専門知識のないただの素人がここで RH- について語ると誤った情報を発信することにもつながりかねないので、 AB 型 RH- についての解説は省きます。なので動画で私が言えることは、ハヤテの体の弱さが AB 型 RH- という血液型に影響していそうだというところまで。 AB 型 RH- について詳しい方、ぜひコメントで補足をお願いします。さて、ここまでハヤテの人となりを解説、深掘りしてみましたが、どうでしょう。めちゃくちゃ魅力的じゃありませんか。第2回人気投票では、ジライアやネジ、ザブザ、ハクなど、名だたる人気キャラを差し置いて、堂々の8位に選出されたハヤテですが、これだけキャラが立っているので、その理由も少しだけ納得できたのではないでしょうか。
続いてはそんなハヤテの生涯を追体験していきましょう。大戦終結より28年前の11月2日、月光家に生まれます。月光の姓を持つ他のキャラが描かれていないため、そのお家柄は不明ですが、名前がかっこよすぎるため、古来から続く伝統ある一族だったりするんでしょうか。さあ、そして原作63巻599話で描かれたオビトの回想でも登場したハヤテ。早くに殉職してしまっていたため、もう再登場はないのかと思っていた矢先、久々にハヤテが描かれ、岸本先生のファンサービスには大興奮しましたね。本当にありがとうございます。アカデミーの入学式が描かれた回想では、ハヤテがカカシとオビトと同期であるっぽいことが判明したわけですが、実はカカシとハヤテは3歳差です。カカシのアカデミー卒業年齢は5歳なので、少なくともこの時点でカカシは5歳。そう考えると、オビトらのアカデミー入学の頃、ハヤテは2歳であるはずなんですが、さすがに2歳児には見えませんよね。さらに、仮に2歳でアカデミーに入学したのだとしても、ハヤテのアカデミー卒業年齢は12歳なので、10年近くアカデミーに在籍していたことになり、落ちこぼれのナルトもびっくりのアカデミー在籍年数になるわけですね。また、カカシが上忍に昇格した12歳、カンナビ教の戦いの頃、ハヤテはまだまだアカデミーに在籍していましたが、カカシらと共に中忍試験を経験した描写が描かれています。確かにこの状況だけ見ると矛盾しているようにも見えますが、僕は当時の戦時中という状況を加味し、有望なアカデミー生には前倒しで中忍試験を経験させていた。そして第三次臨海大戦と九尾襲来という大きな出来事により、アカデミーの卒業の手続きが後回しになってしまっていた。もしくは、有望すぎるがゆえ、アカデミー卒業前にすでに暗部として活動していた、など、特殊な事情があったのかなと解釈していますが、皆様はどう解釈していますでしょうか。さあ話は戻しまして、ハヤテは12歳でアカデミーを卒業します。アンコやイビキ、エビスやゲンマなどの特別上忍は、軒並み10歳でアカデミーを卒業している中、一歩出遅れたスタートとなりました。しかしその後13歳で中忍に昇格し巻き返します。アカデミー卒業から1年で中忍に上がったのは、サイやヤマトのほか、カカシなどそうそうたるメンツばかり。上忍として活動するネジやガイ、アスマ、クレナイは、アカデミー卒業から中忍昇格まで3年以上かかっているため、ハヤテは人並み以上の実力を持つこともわかります。中忍試験では、同じ特別上忍イビキとトカラというキャラクターと共に、反対抗戦を戦っていたため、彼らとスリーマンセルを組んでいたんでしょう。彼らの担当上忍については判明していないものの、カカシたちはミナトが担当していたため、その世代の上忍と考えると、イノシカ長の誰かとかはありそうですね。イビキの尋問スキルとイノイチの能力はかなり相性が良さそうなので、イビキはイノイチに育てられた。つまり、ハヤテ、イビキとからの担当上忍はイノイチだったのかもしれません。ちなみにアニオリでは、エビス・ゲンマ・ガイは長座が担当していました。その後、中忍として実績を積み、特別上忍に昇格したハヤテ。特別上忍の中で唯一色恋模様が描かれており、宇月ユーガオという美人な恋人もいらっしゃいました。ユーガオは、おかげ直轄の暗部の忍びで、おそらくハヤテの2歳年下。二人の馴れ初めは描かれていないため、アカデミーなどの幼少期、ユーガオ暗部入隊後など様々考えられますね。暗部入隊後に出会った場合、もしかしたらハヤテも暗部に在籍した経験があるのかもしれません。そして誕生日が11月3日と、ハヤテと1日違いなんですよね。そんな些細な共通点から、二人は距離を縮めていったのかもしれません。また、ユーガオはハヤテと同じく日本刀を背負っているので、剣術がメインの戦闘スタイルだとわかります。アニオリでは戦闘シーンが描かれていましたが、二人で剣術の修行を行い、互いに切磋琢磨する関係性だったのでしょう。そんなハヤテといえば、あまりにも早すぎる殉職が印象的ですよね。この白寿司にあたり、バキとカブトの密会を運悪く目撃してしまい、口封じのため23歳という若さでこの世を去りました。名前がわかっているコノハの忍びで、最初に殉職してしまいましたので、その早すぎる殉職にショックを隠せませんでしたね。ハヤテがやられたと分かって、あのカカシも驚いていたので、ハヤテは同僚からも信頼を得ていたこともわかります。ハヤテの活躍をもっと見てみたかったのはもちろんですが、少ない登場回数ながら我々に与えてくれたインパクトは大きく、初期の人気投票では上位に名を連ねるほど、岸本先生の描くキャラクターがいかに魅力的かがよくわかりますね。月光ハヤテの戦闘スタイルは、この波流剣術による近接戦闘。戦闘時には背中に刀を携え、月光の下を鮮やかに舞います。
得意技は三日月の舞。三日月の舞は影分身の術を使用し、3体の分身が華麗な足さばきで切りかかる術です。得得難易度は螺旋丸と同じ A であり、砂隠れの上人化けにも流しで渡っている高等人数。早手が持っている聖戦火は作中では描写がなく、公式ファンブックでも記載がないため不明。しかし公式ステータスの忍術の数値が5点満点中 4.0 と高く、第2部序盤のナルトやカンクロウ、ギドウマルと同じ忍術ステータス数値です。忍術のステータスは高いので、三日月の舞の他にも得意忍術はあるのでしょう。ハヤテの他の忍術も見てみたかったな。そしてハヤテの階級は特別上忍。特別上忍というのは中忍と上忍の間に位置する階級で、ある分野のスペシャリストのことです。ハヤテの専門分野は残念ながら不明ですが、バキやカブトの肉体を目撃していたのが任務だったとしたら、ハヤテの専門分野は情報や情報収集の可能性もあります。ゴホゴホという席が任務の妨げになりそうですが、他の能力でいうと中忍試験の審判を任されるだけの判断能力を持っているとか、現実のステータスも5点満点中 3.5 と平均以上。判断力に関しては予選の審判を任されていたため、本戦の審判を担当した玄馬よりは劣るのかもしれませんね。さて最後に、そんなハヤテの戦闘スタイルの謎に迫り動画を締めくくることにしましょう。それはハヤテはなぜ近接戦闘を選んだのかという点。ハヤテはげっそりとしており、いつも咳き込んでいます。その見た目通り、体術 3.0、力 2.0、スピード 3.0、スタミナ 2.0 と、フィジカル面のステータスは軒並み低いと。その一方、忍術 4.0、現術 3.5 とステータスが高く、近距離と中遠距離、どちらに適性があるのかは一目瞭然です。ではなぜ近接戦闘を選んだのか。その可能性としては1、月光家の家系によるもの。月光家はこの波流の剣術を得意とする一族であり、幼い頃から近接戦闘のスキルを叩き込まれてきた。実際オビトの改装時、中忍試験時点ですでに刀を使用していますから、近接戦闘歴は長いことが読み取れます。まあ要は奈良一族や秋道一族、山中一族の秘伝忍術のように、月光一族はこの波流剣術を代々得意としてきた。その影響により、ハヤテの素質にはそぐわないこの波流剣術を磨き今に至る。ただ個人主義というハヤテの性格を考慮すると、剣術の家系だったからと親に敷かれたレールをそのまま進むかというのも疑問です。そこで可能性に、ハヤテは日本刀が大好きという可能性も浮上しますね。日本刀への愛が強すぎるがゆえに咳き込みながら剣を振るい続けた。そう考えると、両親や担当上人にハヤテは忍術や剣術をメインにした方がいいんじゃないかと進言されても、私は日本刀を愛しているので剣術を目指しますと断っているハヤテも想像できて楽しいですね。ハヤテがウィークポイントである剣術を伸ばした点について、個人的には後者のハヤテの好みと解釈していますが、皆様はどう解釈していますでしょうか。ハヤテについてより理解を深めたいので、大胆な考察から些細な気づきまで、ぜひコメント残していってください。というわけで最後までご視聴いただき、千葉区天才当チャンネルなるまにでは、誰もがナルトを楽しめる場所を作るべく、ナルトに関する様々な動画をアップしておりますので、よければチャンネル登録をお願いします。